センテニアルパークはアメリカ合衆国テネシー州ナッシュビルのダウンタウンより約2マイル東のウェストエンド通り沿いにありバンダービルト大学のキャンパスとホスピタルコーポレーションオブアメリカの本社に面しているある大きな都市公園ナッシュビルの若者たちに人気のこの地域はウェストエンドと呼ばれており近隣にエリストン23パークセントラルという2つの巨大アパートが建設されるなど 近年急成長している。132エーカーの公園はもともとアンロバートソン・ジョンソン・コックリルが所有する農地だった。彼女は中部テネシーの父として知られたジェームズ・ロバートソン,ジュンショ賞の姉妹で、州で最初の教師であった。アンドリュー・ジャクソンの妻のレイチェルの父であるジョン・ドネルソンの導きで、彼女とその家族はノースカロライナ州営区軍から、 ドネルソン軍のナッシュボロ砦へ来た。1776年冬、川は凍っていたため停泊中、男たちが狩りに出ている間に、インディアンが和刀が砦を襲った。アンは負傷していたが、砦に火をつけようとする、ドラギングカヌーと他のチッカマウガンインディアンを追い払うために、女性たちを熱湯のバケツリレーに導き、最終的にインディアンたちを追い払い、砦と家族たちを守った。 彼女の勇気を称え土地が与えられたが、南北戦争後は、ステートフェアグラウンドとなった。1884年から1885年、ウェストサイドパークというレース場となった。1897年、テネシー修正100周年記念万国博覧会の会場となり、センテニアルパークと名前を変えた。万博終了後、建物やアテネのパルテノン神殿の等身大レプリカ、 以外の展示場の多くは取り壊され、後に、ナッシュビルの初期の入植者となる人たちが住む、ノースカロライナ州西部の地区の名前にちなみは東賀湖と、名付けられた小さな人工湖、人小園、野外音楽堂のある眺めの良いオープンエリアとなった。1960年代まで、この場所は、ジムクロー法によって、 アフリカ系アメリカ人の使用を禁じて、ナッシュビルの白人にとって、のみのレクリエーション場所であったが、共同使用に反対する人種差別者により、水泳プールが閉鎖された。最終的にプール関連施設は、アートセンターとして再開した。100周年記念万国博覧会の、ナッシュビルパビリオンとして臨時にほとんどを設行で、建てられたパルテノン神殿のレプリカは、 南部のアテネとナッシュビルのシンボル的に親しまれていたが、様々な要因が重なって、次第に荒廃し壊れてきていた。1920年代、最終的に臨時の石膏の建物から、半永久的なコンクリートや鉄を使い再建されて、現在の姿となり、しばしば修繕されている。現在は主に美術館として使われている。市から依頼された。 ナッシュビルの著名な彫刻家のアラン・ルクワヤの作品で西洋で一番大きい室内彫刻と言われているパラスアテナの像がある。完璧な多色使いでこのレプリカはアテネの遺跡に近い様相となった。1922年から1947年、現在鎮小園のある場所に日本庭園の水生植物園が存在した。仏像や 石橋が渡り金魚が泳ぐ池の周りには花が植えられていた。1935年、仏像に備えられた祭銭をめぐり起こった少年たちの抗争により仏像の花が壊れた。1947年、あるグループにより仏像が動かされ頭から蓮の池に落とされて首が折れた。庭園や蓮の池も荒らされ修復不可能なため日本庭園は閉鎖された。 1954年から1967年、このパルテロンには、現存しない、デパートメントストアのハーベーズの提供により巨大な、キリストの交端のシーンを再現された。このシーンは、長さ約280フィート、奥行き75フィートで、カラフルなライトに照らされていた。しかし、イタリアの企業に買収され、ハーベイ一族は、その直後撤退した。その後手入れ。 技術的保守など適切な修理関係はなされなかった。1968年、深刻な破損のため展示は不可能となった。ハーベイとナッシュビル市の財政は負担となり、キリスト交担シーンはシンシナティのショッピングセンターに売却された。ナッシュビルバナーが見によると、キリスト交担シーンはたった2回のクリスマスにシンシナティで公開されただけで壊れ、廃棄処分となった。 センテニアルパークは多くの映画評論家に愛されるロバート・アルトマンの映画ナッシュビルのクライマックスシーンに登場した。毎年8月下旬から9月上旬、園内の野外音楽堂でナッシュビルシェイクルピアフェスティバルによるシェイクスピア・イン・ザ・パークが開催される。センテニアルパークの人工庫である和東が5998年のナッシュビルのトルネード発生まで園内は 木が生い茂っていたが、その多くは嵐により、損害を受けたり破壊された。この場所はまた、嵐による唯一の死亡者である、バンダービルと呼び薬症候訓練、家庭士観光補正がいた場所でもあった。その時からこの公園を含むナッシュビルの屋外の広場には、嵐警報器が備えられた。2005年11月11日、先手にあるパークは、無料 Wi-Fi のあるナッシュビルで、 初めてのワイヤレスインターネット公演となった。この公演は、市の公演局の管理事務所が入った、リクリエーションセンターがあるが、カンバーランド川東岸の LP フィールドに隣接した、以前ナッシュビルブリッジカンパニーがあった場所に移転計画中である。ありがとうございます。